代表紋章、四つ目結丸亀城は、佐野国、現在の香川県丸亀市にある日本の城である。別名、亀山城、高来城とも言う。丸亀市街地の南部に位置する亀山を利用し、縄張りはほぼ四角形で亀山の周りを堀で囲む、うずかく式の平山城である。石垣は緩やかであるが、荒々しいのずら積みと、丹精な三木積みの土台から、 頂は垂直になるよう独特のソりを持たせる、扇の勾配と呼ばれる。山徳から山頂まで良いに重ねられ、合わせると60メートルになり、総高としては、日本一高く、山の丸石垣だけで一番高い部分は22メートル、ある。誤解されやすいが、あくまで、総高としての日本一であり、単体としての日本一高い石垣は、大阪城で、金差で、 上野城が続いている。ちなみに、大阪城は実測地33メートル、上野城の高さは約30メートルである。長部の本丸には、江戸時代に建てられた五三階櫓が現存する。この建物は、東ハフや千鳥ハフを施して漆喰が塗られ、高さは15メートルあり、現存天守の中で最も小規模である。天守の形成した時代に関する研究としては、 元奈元年の武家諸八都以降、天守は心臓されることがなかったとして、丸亀城を三重櫓とする説や、京国氏が入宝後に幕府に許可を得て、櫓を建てたという説、すでに明暦の丸亀城閣を記した、佐抜国丸亀城を根拠に、京国入宝以前の山崎時代に、櫓や石垣がほぼ整っていたとする研究がある。内堀の周囲には、侍屋敷が立ち並び、 この周囲を外堀が方形に取り囲んでいた。侍屋敷は明治時代に大半が取り壊され、跡地に全通時第11師団の丸亀不評第12連帯、裁判所や小中学校などが建てられた。外堀は明治頃まで存在していたが、琴平三宮電鉄の路線延長とその後の廃線や旧国道11号の整備などにより、都市と共に減少し、 一部残されていた南側の箇所も、今は埋め立てられ、外堀緑道公園として整備されている。城石の全域は、国の史跡に指定されており、亀山公園となっている。天守の他に、大手一の門、大手二の門、藩主玄関先、五門、番所、岡子部屋、長屋が現存しており、そのうち天守、大手一の門、大手二の門は、重要文化財に指定されている。 城の大手改修の時に、絵図と共に幕府に提出されたという、丸亀城牧図という木型の立体模型が残っている。木型模型の原存例は、丸亀城のものしかなく非常に珍しい。これは平成4年に丸亀市の指定有形文化財になっている。大手門と天守が両方とも原存しているのは、この丸亀城と広崎城と高知城のみである。 丸亀城丸亀城。ありがとうございます。